いつで胸が張り裂けそう。たまに飛んでくる虫すら面白くなるくらい。あ、虫が飛んできた。ブーンブーン。この虫は私を嘲笑いに来たのかな。それとも人間の道徳で私を感化しようと無駄な努力をしに来たのかな。面白い。獣王氏の反乱は同僚を見捨てるつもりも私を逃がすつもりもない。だからこの件はつまらない我慢大会になったってわけ。先週人の寿命の方が長いかな。それとも太陽の忍耐力の方が強いかな。時間は私の味方だよ。先週人が人間性をかなぐり捨てようとしない限りね。幸福？なんで私が幸福しなきゃいけないの？お前たちの目には私がこの名鎖っていう弱い駒にしがみついて虚しい抵抗をしているだけに見えるのかもしれないけど、私からしたら今回の対局はまだ負けてない。獣王氏は私をどうすることもできない。今からでも局面をひっくり返す余地はある。お前とあの半眼だってあと少しで私のおもちゃになるところだったでしょ。あの番犬が無駄に事態を引っかき回したりしなければ。言うことがないなら私の邪魔をしないで。階段を信じるなんて話にならないでしょ。
ってくれないの？あんたがいないとこの怪異退治隊の戦力は大きくそがれちゃうんだから。戦闘なら私だって役に立つと思うけど確かにスーちゃんは起きてる時が一番頼りになるもんね。ケイちゃん、これ以上私をからかうなら もう胸元で岩を砕くやつに付き合ってあげないから。記録上の正式名称は獣王子傘下西洋逃亡事件特別処理行動隊。これは獣王の命によって結成された部隊の名前。この前の水炎の事件の時に無事だった人を招集して、各々が最も得意とする方法で西洋を見つけ沈めてもらうことを目的としてるの。そう、これは獣王が自ら命令を下して実現させたこと。それ以上のことは知らされてないけど、大体の理由は想像がつく。フォフォは半眼で、私は運気軍。そして獣王氏には指示を出すっていう責務がある。あんたはまあラフのために汗を流した天外の友だし。でもなんでケイちゃんみたいな一般人まで招集したの？すごく危険そうだけど。わかった、私が力になれるわけない。かえって面倒事を増やすんじゃないかって思ってるんでしょう。先週のどんな花や草にも意義があるように、系内粉にも長所がある。人前に顔を出している大道芸人であり配信者でもある彼女は、どうやって必要な情報源を増やしていけばいいのかよく知ってる。そこで系内粉にはあるサイトでアカウントを作ってもらったの。奇妙な事件の解決を名目に、そこからみんなの行動に役立つ情報を手に入れようと思って。スーちゃん、聞いた？今回は力になるどころかすっごい役に立てるみたい。獣王子の総区としてみんなの役に立てるのってすごいことだよね。ちょっと、私も学があるわけじゃないけど、総区っていい言葉じゃなくない？半眼であるフォフォはみんなに指示を出すよう命じられてる。西洋に関する問題に遭遇したら彼女の指示に従って。はい、必ず使命を全うしてみせます。
私も辞めさせられると思ってたのに、どうしてかカンア様は私をみんなの指示役にした。自分でも信じられない。とにかくみんなの足を引っ張らないように頑張るから。本題に戻るけど、水炎に沈黙されてるフエンの他にも、航路が壊れた時に外に逃げ出した西洋はたくさんいるの。獣王氏が把握してる西洋の習性によると、大抵の場合人の多い場所に行って宿主を探すんだって。だからきっと西洋の行く先々で原因不明の怪異事件が起きてると思う。ケナイフンさん、例のサイトを見せてもらってもいい？私はまだ登録したばかりだから、あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王氏のメーサたちも秘密裏に調査するけど。注目を集める。ケイちゃんは得意だよね。普段から私を使って大道芸を披露してるもん。でも怪異マニアたちがいるのはネットの中だし、どうやってフォロワーを増やせばいいの？それなら簡単。怪異を退治して、つまり西洋を沈黙する過程を公開すればいいの。私たちは今獣王氏のお使いをしてる。私たち以上に特ダネを持ってる人なんていないでしょ。同意してくれたよ。西洋の捕獲っていうネタを使ってフォロワーに情報をもらうサイクルを作りたいって言ったら問題ないってさ。ちょっと待って、それって秘密裏に行動するっていう原則に逆らうことにならない？それに西洋は感情を食べるとき、よく被害者が心の奥底に隠してることを暴露する。被害者をネットで公開したりしたら二次被害につながったりしないかな。ああ、私は別にあなたの意見を批判してるわけじゃなくて、ただ少し心配だなって。
私としては秘密裏の行動と怪異の暴露は矛盾するものじゃなくて、むしろ同じことだと思う。被害者の名前は伏せて、私たちが怪異を退治してる様子だけを、強烈な戦闘の映像だけを残して刺激的なタイトルをつける。例えばケイちゃんの怪異探索、運気軍の美少女が夜道で怪異に遭遇、3秒後ユーマは後悔したとかね。西洋を捕まえる行動は私たちによって人の目を引く娯楽動画に変化する。人々は似たような出来事にも半信半疑になって、怖がる気持ちも消えるってわけ。ちょっと、なんでまた私が出てくるの？まあ、ケイちゃんの案に一理あるのは認めるけど。支持してくれてありがとう。さすが私の悪友だね。もちろん、みんながこの怪異退治の方法をあまり信用してないのは分かってる。だから、まずは情報を探して、何人か選んで試してみよう。ほら見て、この投稿。結構コメントがついてる。白露様が逃げ出した？これの何がおかしいの？龍女様はしょっちゅう逃げ出してるじゃん。重要なのは逃げ出したじゃなくて下の文章の方。探偵師の意志が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、意志は肩透かしを食らった。コメントを見る限り、かなりの目撃者がいるみたい。龍女様が脱出マジックを使えるなんて話、聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え、奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあこんなところで突っ立ってないで早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる。そうだね、出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西洋が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取り憑かれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。そうじゃん、西洋たちはずっと同じ場所に閉じ込められてたんだから、極秀仲間の気質もよく知ってるはずだよ。フエに会いに行くって考えただけで怖くて死にそうだけど、でも
私に会いたくて、食べたくて仕方ないと思う。フエは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエを私たちの思い通りにできるかもしれない。このラフなんちゃらってサイト、なんて読むの？ラフ雑草。もう本当に大丈夫なの？ラフ雑草は全州ラフで最大規模の怪異マニアが集まるサイトだから、怪力乱心が好きなラフの人ならみんな知ってると思う。このサイトにはいつも自分が遭遇した怪異事件を共有してる人たちがいるの。だから私もよくこのサイトの怪異実録を読んで度胸を鍛えたりしてたんだ。このサイトを使って情報を手に入れて怪異事件を解決するっていう名目で調査をしようと思う。で民家を捜索するのは効率が悪いだけじゃなくて、みんなを驚かせて西洋の宿主に対する正義を強めることになるから。私はまだ登録したばかりだから、あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。そう、結構大変なんだよね。一目で嘘ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて中央市の名査たちも秘密裏に調査するけど。たまに飛んでくる虫すら面白く見えるくらい。でも今回は何匹か一緒に飛んできたみたいだね。フエ、聞きたいことがあるの。私たちの仕事に協力してくれない？あ、水泳に入った瞬間気絶してた小娘、何日か会わなかっただけですっかり強気な口ぶりだね。な、私の剣はどこにあったの？待ってなさい。ここには私を打ち首に従ってる奴らがたくさんいるんだから、誰が先にやるか相談した方がいいんじゃない？罪はないから。ふえ、
した油断で負けて、悔しいんじゃない。小狐、私に何をしてほしいわけ？あの番犬の行方が知りたいとか？悪いけど、あいつは跡形もなく、き、え、た、な。そんなことはどうでもいい。それよりあなた、やっとのことで航路から逃げ出したんだよね。今は西洋がラフのあちこちで好き勝手してるのに、自分はここで少しも動けない。悔しくないの？お前たち、私に同族を裏切って自分たちに手を貸せって言いたいの？条件がある。私は過去の大西洋良元と将軍の勝負を再び始めたい。今のラフの将軍を私の前に連れてくれば話を聞いてやってもいい。将軍？何？できないの？半顔様は西洋と取引をする決意が足りないみたいだね。こいつ、最初から応じる気なんかないくせに。え、フォフォ、まさか本当に？わかった。新作府に行って将軍様を呼んでくる。まだ早いし、どこかへ行く？どのようなご用件で新作？七死人、運気軍、十王子の半眼に大道芸人。これは珍しい組み合わせだな。将軍様、私のこと知ってるの？私ってそんなに有名だったんだ。護衛の元凶から聞いたことがあってね。君は彼の剣を奪い、手ぶらで帰らせることのできた数少ない人物だ。思い出した。本当にごめんなさい。ついテンションが上がって剣の身を披露したんだけど、解散するときに剣を返すの忘れてた。ところで、今日は一体どういう風の吹き回しで私に会いに来たんだい？将軍様は多忙の身。本来なら西洋の剣は中央市の管轄なので、あなたの手を煩わせるわけにはいきません。でも、あの妖魔たちが好き勝手に動き回るのを放っておくのはきっと。ああ、
先代の将軍が妖魔と戦ったという逸話は聞いたことがあるが、単なる作り話だと思っていた。まさか当事者が復讐のためにやってくるとは。だが私のところに来るのは筋違いではないか。いいことを言う。汚染者が処理するという原則に従うならこちらも当事者を出すべきだが、東行将軍は私の尊敬する先輩だ。その後を継いだ以上この問題を座視するわけにはいかない。相手がラフの将軍に会いたいと言っているのならそれに従おう。将軍様、西洋という魔物は人の肉体を奪うのが得意なんです。もし懸念があるなら。配慮に感謝する。正直妖魔機械を相手にするのは得意ではないが、西洋が逃げ泉州の民たちに災いが降りかかっているのなら、将軍である私が責任を負わなければ。すまないが諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第私も水苑に向かう。すまないが諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第私も水苑に向かう。もし珍しい件の話を聞いたら絶対僕に教えて。もし珍しい件。中では見かけなかった。人間、お前は誰？西洋、君は将軍との戦いを再開したいのだろう。私は招待に応じてここに来たんだ。後継者にしたわけ。まあ先週人に部を競わせて新しい将軍を決めるなんて非現実的だけど。じゃあ軽減将軍、この水苑で私と勝負しない？もし私が勝ったら好きにさせてもらう。私は正体に応じてきたと言っただけで君と戦うことを承諾したつもりはないが、
するためにここに来たのに、それに応じない。まさか戦わずして私が勝ったと認めるということ？いや、人間の論理では戦わないことと勝つことは同じじゃない。君は誤解している。私がここに来たのはまさしく当時の戦いを再開するためだ。ただ君はまだそれにふさわしくない。なーにを！東行はラフの将軍として雲気軍を統率した。良源は西洋の長として群馬に命令を下していた。その両者が天風地裁の戦いを繰り広げるのは実に理にかなっている。しかし今私は泉州の将軍だが、君は良源ではなく一介の囚人だ。私と戦いたいのならこちらの決めた規則に従い我が軍隊を打ち破り、私のいる本営までたどり着いてみせなさい。そうすれば君に機会を与えよう。お前の軍隊？ああ、これが条件だ。君は私の後ろにいる4人と戦って勝つ必要がある。解決できる問題は問題じゃないよ。この4人の総評に勝つだけでいいわけ？この4人を見くびらない方がいいと思うが、それぞれが卓越した技を持っており、闘志も忍耐力も素晴らしい。君の手には負えないのではないかと心配になるくらいだ。もし君が勝ったら過去の戦いを再開しよう。だがもし負けたら4人の質問に答えなければならない。嘘も言い逃れもダメだ。この条件を飲むか？飲む。この高台を5番人を駒として勝負しよう。
まだ否定するの？ここに書となる。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。一発ド派手に行くよ。気づいてないんだ。ズルはしないでよね。ボコボコにするよ。君の負けだ、フエン。調子に乗るな。もし私が両元の全ての力を持ってたら、お前たちなんかに負けたりしなかった。戦の勝敗は陛下にも無策的。君が改めて挑戦したいというのなら、いつでも付き合う。もちろんこの4人に勝つことが条件だ。ならもう一回だ。待って、次の戦いを始める前に約束通りこっちの質問に答えて。本当に煩わしいチームで、何が聞きたいの？封印されてた西洋はたくさんいる。外に出た理由だって報復のため、好奇心のため、あるいは飢えを満たすため。それぞれ違うんだから、どの西洋がお前たちの龍女をさらったかなんて分かるわけないじゃない。
でも心当たりがないわけじゃない。例えばトロビとか。あいつは遊ぶことが大好きで、人を操ることに興味がない。自由に遊び回ることばかり考えてる。両元が分裂した断片の中でお前たちの龍樹をさらいそうなのはあいつしかいない。封印されてからの千年間、私たちは人間の喜怒哀楽を味わうことができなかった。トロビも我慢できずに遊び相手を探し回ってたんだろうね。フエンの言葉は多分本当だと思う。西洋の気象はそれぞれ違っていて、取り付いた相手の性格に影響されるの。遊びに来てるから、まさに自由を求める子供って感じだよね。うん、この手がかりがあればきっと任務もうまくいくと思う。ちょっと、まだ賭けは終わってない。もう一回勝負しなさい。事の見通しはついてる。西洋を鎮めるため、諸君には迅速に行動してもらいたい。ありがとうございます、将軍様。みんな出発しよう。太陽はもともと自由な日だったが、好奇心のせいで人間に閉じ込められてしまった。実に残念だ。同情というより事実を述べているだけだ。私たちと太陽の境遇に違いはない。理性を持った瞬間から欲望と本能が駆られ、己の運命に縛られ、結末に向かうことが決まっている。兵を指揮する上で最も重要なのは勝敗に対する直感だ。そして君たちは私に勝てるという確信を与えてくれた。古の神話によれば、かつての泉州は大敵に侵略され、滅亡の危機に瀕していた。その時、一人の英雄が人々を危機から救うため、西洋の祖である夏侯と奪者の契約を交わしたという。夏侯は戦に助力する。その見返りとして、その英雄と追従者たちは戦に勝ち凱旋する時が来たら、己の肉体を夏侯に捧げることに同意した。その対戦が終わった後、英雄たちは皆亡くなり、夏侯も重傷を負った。そのため契約はうやむやになり、この話も忘れられつつあったのだが、西洋たちは契約を覚えていて、借りを返せと要求している。東行将軍と両元の戦いも大方このことが原因なのだろう。
獣王氏の西洋の沈黙に協力する、これは正当な理由だと思わないか。私が自らに休暇を与えたのだと思ってくれ。水炎の風は少し冷たいが、心ゆくまで楽しみたいんだ。もう用は済んだ。約束通り手がかりを渡したのに、なんで手ぶらで帰ってくるわけ。再戦するわけじゃないなら私に話しかけないで。でもかけてもいい？お前たちはまた後で私に頼み事をすることになる。いつも金人港に戻ってきてなかったけど、自分の庭に帰ってくるとやっぱり慣れ親しんだ感じがしていいね。じゃあ道案内とか聞き込みとか全部ここの顔役のケイちゃんに任せようかな。私と漫才したいわけ？すぐにからかうんだから。あそこ見て、あの二人探偵師の服を着てる。多分龍女様を探しに来たんだよね。うん、龍女様が急にいなくなって途方に暮れてるんだと思う。でも聞き込みをするときは身分を明かさない方がいいよ。あと西洋が取り付くとかって話にも触れないようにしないと、もしかしたらパニックになっちゃうかもしれないから。分かってるから安心して。ハンガー様、市民との円滑なコミュニケーションの取り方は運気軍の必修科目だからね。行方不明になった龍女様を探してるの？なんで運気軍まで動いてるんだ。君、報告したのか。まさか。僕は地甲氏にも知らせていませんよ。この件は少しおかしい。報告したりしたら注目を集めるために騒いでると思われてしまいますから。なんで運気軍はこのことを知っているんですか？いい質問だね。実は私たちは10招待。町を巡回していろんな緊急事態に対応するために派遣された運気軍の治安第10招待なの。ほら、粗骨者が面倒な仕事ばかりする招待、わかるでしょ？わかります。僕たちも面倒な仕事を任されているので。とにかく私たちは龍女様が消えたって聞いて、何か助けになれないかと思って急いで駆けつけたの。そちらの種族の民の客人は請求列車の方ですよね。龍女様があなたの話をしていたのを覚えています。
君たちが手を貸してくれるのならとても助かる。ただまだ私たちも状況を把握できていないんだ。ええ、龍女様を捕まえたと思ったのに、まさか彼女がパッと消えていなくなってしまうなんて。それに龍女様を追っていた時、彼女が二人いるところを見たんだ。本当に訳が分からない。まさか私たちは二人の年齢を合わせても500歳に満たないんだぞ。じゃあ仕事で疲れてたんじゃない？探偵師の医師は毎日負傷者や病人の面倒を見てるから幻覚を見やすい状態にあるっていうし、先週の道徳の模範として二人とももっと体を大事にしないと。お嬢さん、本当に僕たちのことを理解しているんですね。この件が終わったら休暇を取りましょう、先輩。それで最後に白露様を見たのはどこなの？あっちの道です。なんだかあそこ子供の笑い声が聞こえる気がするんですよね。風の音でしょうか。二人はゆっくり休んでて、私たちが代わりに探してくるから。白露様は多分二人が自分を探し回ってるのを見て出てこれなくなっちゃったんだよ。でも彼女の友達がいれば出てくるかもしれないでしょ。分かった。それじゃあお言葉に甘えて君たちに任せよう。